北山底面ソウルのこれってどうですか。楽しい。いきます。さあこのコーナーは私北山底面ソウレがいろんなものを買ってきちゃスタジオにバーッと広げて大人に怒られるというそんなコーナーでございます。そうだったんだね。怒られやしねえけどね。いろんなものを広げて、皆さんにプレゼンをするというコーナーでございます。はい、夏休みも、まあ、コロナ禍でちょっと延長ということで、本当だったらもう開けてる。んですけども ね、まあ、まだちょっと続くよというところで、夏休みも延長ということで夏休み自由研究シリーズ第2弾前回はアリノスキットという学研さんが出しているものを持ってまいりました。その時はカナさんでしたけどもね、今回はもうちょっととりあえずうちの子が自由研究の宿題できてないわっていうそんな お父さんお母さんのためにですねダイソー100均のダイソーさんでその手の実験キット100円で買えるというのが実は充実してましてこれがですね結構前からあってで毎年毎年新しいパッケージで出てくるんですけど今あるやつ多分ねこれ去年のやつじゃないかなと思うんですが最新の今ちょっとネットで調べたらパッケージがちょっと違ってたんですけどでも基本中身は一緒です。100円で買えてお気軽にちょっとした価格の実験ができる理科の実験ができるというもので私今目の前にある 1,2,3,4,5,6,7,8,9 9パッケージあら近所のできる、ね、そう近所のとこにあったダイソーにあったものをわーっと大人がバーっと買ってニヤニヤしながらやってるんですが例えばアメーバを作ろうこれスライムですねアメーバそうスライムを作るっていうのでこれ私小学校の頃やりましたはい覚えておりますこれでね海苔を使って、粉混ぜてというこのアメーバ作ろうは粉が入っていてで取扱説明書全部が、うん全部こう分かりやすい取扱説明書が書いてありましてしかもお子さんがやれるようにちゃんと漢字にもルビが振ってあって優しいそうでその上解説も分かりやすく書いてあるというこれがですね大人でもちょっと勉強になるようなものでございます。これも学研さんとダイソーがコラボをしてやってるものなのでなんか私学研の科学とかガキの頃やってたんでちょっと懐かしいなというやつですけど、アメーバを作ろうは子供の小学校1年生の時に私これやりました、学研の科学に載ってた通り、でんぷんのりをわーってやって絵の具を混ぜてギャーってやって手の上でヒョロヒョロってなって楽しいってやりながらポンポンって上に投げてたポンポンって上に投げてたら弾みがついて天井にビタッとくっついて、引っ越すまでずっとくっついてましたそんなやつですそんなやつ取扱い注意ですね取扱い注意ですねでいろいろあります。やっぱりこの結晶関係粉を水に溶かして、はいはい、でそれを結晶化させてで木のちょっとモールで木の形をこしらえてそれで、結晶がファーッといったらなんかこう雪が降ってるように見えちゃう雪が木に積もったように見えちゃうみたいなのがあってですねこれちょっと楽しいやつです。子どもの頃やりました。でこれも実際取扱説明書と溶かすそのこの場合は何を溶かすのかな。なんか白い粉が入ってますね。白い粉がですね、これはですね、尿素。尿素でございます。そしてモールがあって、ちゃんとねセットになってますね。そうなんです。ただですね、はいはい、この手のものって、はい、パッケージに入っているもの以外に必要なものがあったりするんですね。うん、例えば水を使う場合は水の量を測るから計量カップが必要だったり、うん、計量スプーンが必要だったり、あとはお湯が必要だったりというふうにあるんですが、これこの箱の裏に必要なもの、はい、準備してくださいっていうのをきちんと書いてあるんですね。優しい。そう優しいんです。だからこの実験やりたいってお子さんが手に取ったものを お父さんお母さん、ここから大人がですね後ろ見て、あこれ計量スプーンがいるな、定規がいるな、 お皿がいる、割り箸がいるな、いろいろそういうもの、お家にあるものはよし、ないものはダイソーだから売ってるんですよ。なんて優しい世界。なんかね、かゆいところに手が届くというそういうものになっておりまして、ここからまあまだ夏休み、宿題やってねっていうお子さんはぜひこれをね、無理くりこれで私は夏休みの自由研究にもなるだろうし、ちょっとした時間つぶしにこれ楽しいんですよ。私この中でいくつかやりました。つかめる水っていう、これ5年ぐらい前から結構流行ってるやつ。何それ。これ私は子どもの頃なかったんですけど、水なんですけどちょっとつまむとなんかプルンとしたままつまめるんですよ。へー、
どうなってるかはこれ買ってぜひやっていただきたいという。それが科学ってことだよね。そうです。でこれも詳しくどうなぜこういう風になるかっていうのも書いてあったりするんです、うん、ぜひねこれね、私今この丼の中にこのつかめる水ずっとつけておいてありますけど一昨日からでもう一個これが面白かったのが水を一瞬で凍らせてみよう実験という、これがねできないでしょ。どうなるのかっていうちょっと難しい言葉で言うと加冷却という、そう、融点よりも下げると氷は0度を超えると、こう水は0度を超えると氷になりますよね、はいはい、でもそれをどうにか静かに温度を下げていくと、うんうんうん、液体なんだけど0度を超えることがあるんです、でそれにちょっとした刺激を与えると一瞬にして固まるというのがあるんです。加冷却というのがあるんですけど、0度を超えさせるのちょっとめんどくさいんで、これちょっと水にとあるものを溶かして、うん、それでちょっと融点の58度ぐらいのものをこしらえて、うんうん、それでお湯に溶かして58度だから常温に置いとくとあっという間に58度下がるわけですよ、うんうん、そうなるというと固まってないんだけど融点超えている液体ができるんですね。それをどうにかすると固まりますという。これね超楽しかった。動画撮ったから後でアップするねこれね見る見る、これ面白かった。他にもいろいろありますんで、はい、こっからまだ夏休みちょこっと続くなというご家庭、お子さんがなんかもうやることないってなったらこれちょっと買ってやると面白いし、理系離れが叫ばれる昨今でございますが、うん、もしかしたらお子さんが理科が好きになるかもしれないというやつでございます。以上、ダイソー100均の実験キットシリーズ、これってどうですかでした。